衆議院議員選挙の予備審査は公示日の届け出受け付けを円滑にするため行われるものです。県庁内の会場では立候補を予定する各陣営ごとに県選管の職員が立候補届け出書類に不備や記入漏れがないか、またポスターが規定の大きさかなどを確かめていました。今回の衆院選は解散から公示日までの日程が短く、各陣営や職員は準備に追われている様子でした。期間が短いとどうしてもミスが起こりやすくなったりとか、気をつけなければいけない点が多いかと思いますので、市区町村の選挙管理委員会とかの関係機関とよく連携をして、また改めて基本的なところも確認をしながら、準備を進めていきたい、そう思っております。衆院選は今月15日に公示され、27日に投開票されます。